まだ細かいものがいろいろと足りないかもな。必要と思ったものをみんなで持ち寄ればいいでしょ。これからはいくらでも置いとけるんだからさ。いいね、それでこそ僕らの隠れ家だ。私も小物とか飾ってみたいけど、いいかな。変な遠慮しない。ここはクラウディアの隠れ家でもあるんだからさ。うん、ありがとう。どうしたの、レント。まさか魔物？そんな、ここには入ってこないはずじゃ。そのはずなんだが、嫌な空気だ。森がざわついてる気がする。言われてみれば、なんだろう。君が悪いな。背筋がゾワゾワしてきたよ。あっちか。様子見に行ってみる。なんでさ、危険には近づくなってリラさんにも言われてるのに。せっかくアトリエが完成したのに、これじゃクラウディアも安心して過ごせないでしょ。様子を見るだけだ。リラさんに伝える分だけを確認したらすぐに引き返すぞ、ライザ。分かってる、すぐ戻るから。クラウディアはここで待ってて。うん、みんな気をつけて。任せとけって。危なくなった時の逃走方法は一番最初に叩き込まれたからな。とにかく慎重に、慎重にね。ええ、行くわよ。慎重かつ大胆に。ライザが先頭でいいんだよね。僕は後ろからくっついていくから。そーれ、せーの、そーれ。こんな植物でいいのかな。そーれ。そーれ、せーの。俺の薬の材料ってわけか。もうこの辺は詳しくなっておいた方が。これは毒があるやつ。いや、ないやつかな。あん、紛らわしい。よいしょ。
しにもならねえな。おや、そこならどう。さあどんどん進もう。やあ、そうレッシュ取れた。植物はたくさんあって困ることはないよね。さなら俺でも集められそうだな。せーの、これならいけるよね。せっ、おりゃ、木材で何作ろうかな。いろんなの作れそうだよね。くそ、絡まっちまった。切るわけにもいかねえし。ライザー、助けてくれ。これなら余裕だね。せっ、おりゃ、当たれ。そこ、そこ、やべえな。おりゃ、もう終わりかよ。貴重品だよね。作るの大変そうだね。せーの、そうだ、せーの、オーケー。燃えないように気をつけよう。これなら余裕だね。せっ、いくよ。そこ、さあどんどん進もう。せー、火事になったら大変だ。取り扱い注意だね。この重量感、投げつけるのに向いてるかもな。やっ、やっ、そういや島にはやっ、これならいけるよね。もう終わりかよ。
気をつけて戦わないと。せい、おや、これならどう。そこ、まだまだ。ちょっと、あ、よいしょ。じゃあ宝石っていろいろあるな。見た目も似てるし、少しずつ覚えていかなきゃ。森中で気配がざわついてるのに、見た感じは何も変わってない。確かに変だね。何が起きてるんだろう。おかしいのが確かならもう帰ろうよ。その何かが起きてからじゃ遅いんだしさ。なんだこいつ。魔物はなんかすごい魔物だ。なんなのこいつ。体が震える。全然聞いてねえ。クソ、どうすりゃいいんだ。逃げないとダメなのに、足がすくんで。クレラ、クレラ。なんだ、どうした。逃げた。それとも逃がしてくれた。早く、今のうちだよ。早く逃げよう。逃げなきゃ。逃げるよ。一体何だったのあれ。
からんが、今はタオに大賛成だ。他にもいるかもしれない。注意しながら逃げるぞ。あ、ライザ、どうだった？クラウディア、話は後だよ。早く島に戻ろう。そうだ、アンペルさんたちなら何か知ってるかも。後で行ってみよう。そういうわけで、せっかくのお披露目も台無しになっちゃって。クラウディアにはさっき家に帰ってもらったけど、このままだとまたあそこに行くのも難しそうで。あの広場が安全だって確認できるまで、迂闊に隠れ家としても使えないしな。二人とも、あの魔物について何か知らない？絶対普通じゃない感じだったんだけど。さっきから難しい顔で黙りこくってるけど、やっぱり怒ってる？わざわざ見に行くなんて無謀なことしたのは謝るよ。でも、いや、よく無事に戻った。それだけでも教えた甲斐はあった。え？確かに無謀だが、奴らと出くわしてなお戻ってこられた事実はそれだけ大きい。奴ら、やっぱりあの魔物について知ってるんだね。ああ、村での聞き込みでは成果がなかったから、ここは無関係と判断しかけていたんだがな。これだけ遺跡が散在していながら伝承一つないのは考えてみれば不自然だ。何か理由があるのか。アンペルさん？ん？すまん、遭遇した場所は照葉星の森なのは間違いないんだな。ああ、アトリエからそこそこ離れた場所だった。逃げた方向も全然違うと思う。なるほど。しかし、奴らはどこから来た？石膏が遠出をするとも思えん。北側のあそこか？しかしあれは奴らと戦う側のはず。なあ、リラ。ああ、構わんぞ。ん？すまんが、今すぐ隠れ家に案内してくれないか？いいけど、いずれ二人にもお披露目するつもりだったし。よし、では行こう。
奴らへの対処はできるだけ早い方がいい。ここが私たちの隠れ家、ライザのアトリエだよ。おお、なかなか立派なものを作ったな。さて、どうだ、リル。幸い、この付近に痕跡はないな。森の中でのより詳しい再調査が必要だが。森とその近辺の再調査か。ライザ、武水を承知で頼むが、この隠れ家に私とリラを見張りとして住まわせてくれないか。アンペルさんたちをアトリエの見張りに。俺たちにとっちゃ願ったり叶ったりだけどよ。島の方の家はどうするんだ。村での暮らしにこだわりはない。引き払うだけさ。もともと私たちは旅がらずだからな。それに奴らや遺跡を調査するにも対岸のここに本拠地があった方が便利だ。その奴らのことは。すまんが、もう少し状況をつかむまで待ってくれ。迂闊に話せることではなくてな。わかった。でも万が一の対処の仕方は教えといてくれよ。当然だ。生還は喜ばしいとして、無謀のツケはしっかり体に叩き込んで後の戒めとしなければな。そうだ、クラウディアにも話さなきゃ。クラウディアン家にも行ってみよう。ところでさ、前から気になってたんだけど、あれって何なんだろう。このアトリエを作る前からここにあったんだよね。捨てるのももったいないからそのまま残してて。ちょっと見てみよう。この辺りの地図なのかな。書きかけみたいだけど、何百年も前この広場に家を建てて住んでた人が書き記したものなんじゃないの。なんかロマンあるね。そうだ、せっかくの地図だし私たちも利用させてもらおうよ。でもこれ書きかけだよ。だから私たちが完成させるの。行った場所をどんどん書き足していってさ。あとどういうところだったかコメントも残したり。面白いと思わない？いいね、やってみよう。行けるところが増えたね。
らっしゃい、アイザ。なんだか大変なことになっちゃったね。アトリエの方はあれからどうなったの？リラさんたちが周りを調べるって。私も驚いたよ。あんな恐ろしい魔物初めて見たからさ。近くにいないって分かれば私もアトリエに出入りする許可がもらえるかな。実際にあいつを見てないとはいえ度胸あるな。タオにも見習わせたいくらいだよ。こう見えてもお父さんといろんなところを旅したからね。タオくん、やっぱり怖がってる？かなりね。でも怖さが突き抜けちゃったせいかな。あの魔物が家の古書に載ってないか必死で調べてるよ。へえ。でもタオくんの本よりもまず村の人たちがその魔物について知ってるんじゃ。あんな魔物がいるなんて一度も聞いたことないよ。多分村の誰も知らないんじゃないかな。そんなに恐ろしい魔物なら伝説とかいくらでも残ってそうなのに。島の外にはあるかもしれないけど、私たちは先祖代々何百年も島の中だけで暮らしてるからね。何百年。クリント王国があった頃からずっと島暮らしなんだ。そうだって聞いてるよ。そのせいでみんな頭が固いし、外に出るのを怖がるし、新しいことを嫌がるし。そこまで言ったら悪いよ。ねえライザ、私も連れて行ってくれないかな。アトリエに？うん、アンペルさんとリラさんはまだ早いって言うんじゃないかな。そうじゃなくて、私もみんなと冒険に。冒険って、え？ダメだよ。危ないところにクラウディアを連れて行けない。ライザだって危ないのに出かけてるじゃない。私もみんなと本当の仲間として過ごしたいの。お願い。そう言ってくれるのは嬉しいけど、最悪今度の魔物と出くわすことだってあるんだよ。アトリエを作るとき、こっそり島の外に連れ出してたのもほとんど反則というか掟破りみたいなもんで。お願い。もうその顔はずるいって。しょうがないな。わかったよ。本当？無理だと思うけど、お父さんの許可が取れたらね。無理だと思うけど。ありがとうライザ。大丈夫、絶対に説得してみせるから。でもちょっと時間はかかると思うから、明日またここに来てくれる？わかった、じゃあまた来るね。おう、どこに行く？よし、いいものができたかな。ほう、新しい装備品か。自分に向いた方法で強化を図るのはいいことだ。うん、私は錬金術師だし、道具を作って自分とみんなを助けるって役割が向いてるかなって。役割か。それを分かってきたのなら私からも一つ、仲間たちと一緒に戦う方法について助言してやろう。
おお、お願いします、リラ先生。一人で戦うのと違って仲間がいる場合はそれぞれ役割を決めて動くといい。前に切り込むもの、盾となって防ぐもの、補助に回るもの、そういう役割を明確にすると何事にも対処がしやすい。なるほど。おのおのの役割が決まればその役割に見合った装備品を揃えるといった方針も立てやすくなるはずだ。装備品の材料は無限ではない。闇雲に作るのではなく、効率的に仲間を強化することを考えて作るんだ。着替えだ着替えだ。やめてよ、目が回っちゃうでしょ。よし、休んじゃおう。ねえ、どこに行くんだい？話は聞いている。うちの蔵を村の外へ冒険に出したいと。そんなこと許可できるわけがないだろう。ですよね。ライゾ、お父さん、私には私の考えがあるの。軽はずみな思いつきで言ってるわけじゃ。ライザリン・シュタウト君、私は君を娘の命の恩人であるというだけでなく、それなりの良識を備えた人物と評価していたのだがね。ありが…じゃない…すみません、そのクラウディアがどうしてもって聞かなくて。君たちが冒険、野外での活動に秀でているとの噂はかねがね耳にしている。保守的な村には珍しい。外界への好奇心の強さには旅商人として共感を抱かないでもない。だがたびたび対象を離れる迂闊な娘に余計な刺激を与えるようでは交流も考え直せねばなるまい。お父さん、お前が姿を消すたびどれだけ私が心配しているか。何度言い聞かせたと思う。それは私にも理由が。多少腕に覚えがあるというだけの彼女らに大切な娘を託せるわけがないだろう。ライトたちは私の護衛なんかじゃ。多少じゃなければどうなの。何？
つまりライザたちは十分強くて一緒にいれば安全だって証明できればいいんだよね。え？なぜそうなる？旅商人にとって行く先で出会う人物の見極めこそが最大の宝だってお父さんいつも言ってるよね。私はライザたちなら大丈夫だって見極めたの。この見極めが間違ってないってお父さんが確かめて。そこまで言うからには、お前が間違っていたら今後は私の言う通りにするのだな。クラウディア、お願いライザ。はい、それで文句はありません。よし、ではそれを確かめるための課題として君たちにいくつか依頼を出すとしよう。待たせたな。事情はライザから聞いてるぜ。クラウディアも思い切ったことをするよね。まあ僕たちにできることなら手伝うよ。ありがとう二人とも。ライザも巻き込んじゃってごめんね。うん、いいよ。クラウディアやルベルトさんの役に立てるなら私も嬉しいし。どうやら集まったようだな。早速依頼の話をさせてもらうがいいかね。はい、お願いします。まず一つ目の依頼だが、地下室の水漏れを直すものを作ってきてもらいたい。そんな、錬金術師をまるで便利屋みたいに。そんなに怒らなくてもいいよクラウディア。むしろ力を試す課題としてはちょうどいいと思うよ。にしても村の連中も水漏れする家を貸すなんて何考えてんだか。大事なお客人だろうに。いや、引っ越してきた当初は何ともなかったのだ。ただそのすぐ後に地震があっただろ。地震？そんなのあったっけか。あったよ、真夜中にほんの少しだけ。それなりに大きな揺れと思ったが、あるいは本当にこの家の耐久性に問題があるのか。村の連中が慣れちゃってるだけだと思いますよ。僕が気づいたのもたまたま調べ物で起きてたからだし。まあそれはいい。問題はその地震の後、地下室に水が漏れ出すようになったことだ。旧市街は地盤が脆いって言われてますからね。地下はよく海水が染み出してくるんですよ。クラウディア、すぐ南の岸辺はもう見た？あの辺りって以前は旧市街の一部だったんだよ。水没してるところがあったけど、あれも地震で？まさか、そんな大きな地震ここじゃ起きないよ。っていうか昔は地震自体がなかったっていうし。ゆっくり浸水してああなっちまったんだとさ。俺が生まれるずっと前の話だけどな。確かこの島を囲むエリプス湖は汽水湖だったな。湖水の塩分が浸食を助けているのだろうか。汽水湖？外界とつながってて潮の流れで海水が出入りする湖。自分が住んでるところなのになんで知らないのさ。いや、だって誰も教えねえから。難しい話はそれまでにして地下室に行ってみよう。まずは現場を見てみないと始まらないし。おお、かなり水浸しになってるね。水はあっちの奥から漏れてるのかな。あそこをうまく塞げば、うん、何か思いついたのか。まあね、何が必要かはうっすら浮かんだかな。おお、
とりあえずメモしておこう。待っててください、ルベルトさん。すぐ使えるようにしますから。みんなも手伝ってよ。うん、わかってるって。お父さん、私もライザを手伝っていいよね。危険はありません、任せてください。よっ、おう、どこに行く？なるほど。何作っちゃおうかな。どこに入れようかな。いいもの、どれがいいかな。さあ、何を入れよう。いいもの、できそうな予感。どれがいいかな。これでどうだ。うまくいくかな。悪くないんじゃないかな。少しは成長できたみたい。俺が持ってると金属が擦れて火花で引火するかもしれねえぞ。ほほう、行くんだい。よし、ねえ、どこに行くんだい。
どこに行く？おう、どこに行く？ルベルトさん、持ってきましたよ。水漏れを塞ぐ道具です。これが多分うまくいくと思うんですけど。では実際にやってみせてもらおうか。
でよし。確認しよう。どうですか？バッチリ治ったでしょ？確かに水の流れが止まったように見える。すでにここにある水を汲み出す必要はあるが。どうも。課題はこれで合格ですか？確認はまだだが、いいだろう。最初の課題は合格だ。こうも簡単に解決するとは、錬金術とは大したものだな。どうもどうも。で、最初？お父さん？当然だろう。今回の課題は私個人が彼女の腕前を見るためのものだ。完全に認めるにはまだ早すぎる。でも、クラウディア、ルベルトさんの言うことが正しいよ。娘さんを預かるのに水漏れを直すだけじゃね。理解が早いのは良いことだ。引き続き何らかの課題を用意させてもらおう。ごめんね、ライザー。お父さんってこんな言い方しかできなくって。いいっていいって。なんだか逆に楽しみになってきたくらいだよ。付き合う友人としては合格かもしれないな。